どうも岐阜の異端児滝です。今回はこの人心マイマーデスゲームっていうのをやっていこうと思いますが、これあの LINE 来んなよ。まあいいや。昨日ね、視聴者の方にね、なんかどんなゲームやっていいかなっていうのをね聞いてたら、まあこのゲームいいんじゃないかっていう意見があったんでね、ちょっと俺全く知らんけどね、やってみます。何何あれって2組のエビハラじゃね？ほら、フリマアプリで売られてるやつ。え、人間が売られとるの？ほんとだ、キモーい。あんなの1円でも買いたくねえわ。いや、結構イケメンじゃね？こないだの期末テストも学年ビリだったらしいぜ。え、頭良さそうやけどな、見た目は。体育祭でも肝心なところでこけて、みんなの足引っ張ったって聞いたよ。ほほう。まあ、運動神経悪そうやろな。あいつ生きてる価値ねえよな。いっそマジで売られて臓器提供でもした方が世の中のためになるんじゃね？あは、それな。これが僕の日常だ。僕が死ねばあいつらは罪悪感を抱くだろうか。罪の意識を背負って生きていくだろうか。思い知らせてやる。僕が死ぬのは全部お前らのせいだ。不思議と怖さは感じない。ただ家族に迷惑をかけてしまうことだけが心残りだ。さあそろそろ行こう。価値のない人生を終わらせるんだ。お、飛び降りるぞ。行け。手伝ってあげるよ。お、え、誰かに押された。うわあ。その瞬間、思いもよらない言葉が脳裏をよぎった。死にたくない。ドゥン。捨てる神あれば拾う神ありってね。なんか出たな。あなたの命いただきます。誰だ。あ、ちなみにあのさっきの選択肢ね、あのどっち選んでも同じやで。俺一回ちょっとあの今の選択肢のとこまではやったんやけど、一応両方選んでみたけど両方同じやった。展開はあれ、僕まだ生きてる。ここはどこだ。うん、カラキナルはチース。私はカラキナルは、ちょ、かすれるな、声が。ねえねえ、君の名前も教えてよ。僕は、エビハラ太一です。って、なんで敬語？太一との間に距離を感じるんですけど。ぐいぐい距離詰められるの苦手なんですけど。いや、でもめっちゃいいやつそうやに。あ、太一って女の子と喋るの苦手なタイプ？私に緊張してんの？ねえねえ。まあ、そんなところかな。まあね、あの高校生の男子なんてね、こんなにグイグイ来られたら緊張するやろうな。そっか、私に緊張してんのか。私って可愛いもんね。そやな、あの爪長いしな。そういう系やろうな。自分で言っちゃってるよこの人。あー、今こいつ自分で言ってるよって思ったでしょう。え、なんで。私人の心が読める。今のエフェクト弾丸論破みたいやったな。太一の考えてることなんて楽勝で分かってんの。ごめんなさい。もう、それにね、自分に自信を持つって大事なことだよ。お、いいこと言うね、カラキナルは。もうその通りやった、本当は。今、太一が緊張してんのって、私と正面からぶつかる自信がないから。おお、すげえ、論破される。カラキナルは論破されるの、太一くん。もっと、堂々としてればいいの。次からは敬語禁止で分かった。うん、分かった。カラキさんは僕の苦手なタイプだけど、言われたことは全部図星だった。カラキさん、いいやつやな。僕は自分に自信がない。だから、カラキさんのノリについていけないんだ。目が覚めたのね。時枝あかね。私の名前は時枝あかね。あなたは？僕は、海老原太一。時枝さんはここがどこか知ってるの？残念だけど、何も知らないわ。私だけじゃない。他の人も同じよ。そっか、僕も何が何だかさっぱり。でも同じ境遇の人に会えてよかったよ。僕てっきりここがあの世じゃないかと。あながち間違いじゃないかもね。気になる。私たちは大切なものを奪われているんだから。大切なものって思い出せない？まだ意識が混乱しているようね。他の人にも話を聞いてみるといいわ。そのうち思い出すでしょう。会話の中で文字色の違う気になる言葉が登場することがあります。
気になる言葉が表示されている間に画面左のことの葉ボタンを押してみてください。これか。適切なことの葉を選んで使用すれば相手の発言に対して意見をぶつけることができる。ことの葉は誰かと会話をすることで入手できます。いろんな人と会話をして有効なことの葉を集めましょう。なるほどね。くっそ、どこにも出口がねえ。この壁ぶっ壊してやるぜ。おらん。殴って壊せる壁じゃなさそうだけどな。ああ、なんか文句あんのかてめえ。いや、なんでもないです。色相、こんなところに閉じ込めやがって。あのエビス野郎、今度会ったらぶっ飛ばしてやる。エビスってさっきのやつやな。お、あん、忘れちゃったのか。俺たちあいつに命を抜き取られたんだぜ。マジか、死んどるんかこいつら。ててん。そうだ、思い出した。僕は気を失ってる間夢を見ていたんだ。突然エビス顔の男が現れて僕の中から何かを抜き取ったような。ということはここにいる人たちみんな、あの時あいつは確かに俺の命を奪うと言った。へえ、怖いな、物騒や。でもよ、俺はまだ生きてるぜ。一体どういうことだ。まあ何も取られてない。本当は命なんて取られてないんじゃ。はあ、俺が嘘を言ってるとでも言いたいのか。ふざけてるとてめえからぶっ飛ばすぞ。でも命取られてもわからんよね、そんな経験ないから。ごめんなさい。はいさい、はじめてやーさい、金城満。こんにちは。俺は金城満、仲良くしてくれたら嬉しいさ。こちらこそ。僕は海老原太一と言います。よろしくな太一。なんか俺たち閉じ込められてるみたいだけど、なんくるないさ。気にすんな。気にするなって言われても、これって何かの事件に巻き込まれてるんじゃ。大丈夫さ。ほれ、壁に並んだモニター見てみ。あれはなんだ。5つのモニターにそれぞれ僕たち一人一人の名前が書かれてる。それに謎のグラフと数字。これは一体。きっとここは健康診断の会場で俺たちの脈拍を測ってくれてるさ。健康診断、本当にそうなのかな。いや違うだろう。そんな不安そうな顔すんなって。何か困ったことがあったら俺に言えな。困った時はお互い様、助け合えばどんな困難も乗り越えられるさ。ありがとう金城さん。明るい言葉をかけてくれて少しほっとした。おいおい、金城さんなんて恥ずかしいって。これからはみつるって呼べ。みつる、あれやな、気になるやな。これやろ。そう、これな、大切なものはこれに事の葉をぶつけるってことやな。命を抜き取られた。弾丸論破っぽいエフェクトきた。もしかして僕たちの命。間違えた。声、どういう声にすればいいのな、主人公。そう、夢か幻かわからないけど、私たちはエビス顔の男に命を奪われてしまった。そして気づいた時には誘拐され密室に監禁されていた。さらにこの部屋にはもう一つ気になることがあるわ。エビハラくん、何のことかわかるわよね。こいつはね、モニターだよね。これだ。壁に並んだモニターのことだよね。ええ、ここに閉じ込められている全員の名前があるようね。時間が経つごとに、グラフの数字が上下して山のような形を描いている。これはまるで株価のチャートみたいね。株価のチャート？会社の株式というのは大勢の投資家によって売買されているの。安く買いたい人もいれば高く売りたい人もいる。その折り合いで常に価格が変動するのよ。あのモニターに表示されているのは僕たちの値段ってこと。察しがいいな。めちゃくちゃ察しがいいな、この子。まだ確信は持てないわ。でもそうだとしたら最悪ね。さ
最悪って、私たちは人身売買組織に拉致されてしまったのかもしれないってことよ。爆発した。うわぁ、なんだこりゃ。今のマスカ爆発。こいつ死ぬのか、死ぬのか。おいおい、どういうことだよ、なんなんだこりゃ。壁が真っ黒だ。一体どうしたの。どうしたもこうしたもねえよ。俺え何それ、手から火を出せるようになっちゃった。まさかのやな。これは超能力バトルものなのか。俺ここから出るには壁を壊すしかないと思って殴ったり蹴ったりしてみたいだけどさ、つい熱くなっちゃって。熱くなったの意味が違う気がするぞ。なあ、俺大丈夫かな。このまま燃え尽きて死んだりとかないよな。わからないけど、とにかく落ち着いて冷静になろう。そうだね。こんなところに閉じ込められてわけがわからないのはみんなも同じだよ。これからどうすればいいか、みんなで一緒に考えよう。おう、そうだ。そうだよな。すまねえ、一人で突っ走っちまってよ。で、こいつ高校生なのかな、ヒゲが生えとるけど。こんな場所で爆発でもされたら大変だからな。ここはおとなしくしといてもらおう。そういや、自己紹介がまだだったな。俺の名前は、カジマ・テイキチ。ハート揺さぶる熱きヒップホップ野郎。で、お前は。僕は、海老原太一。何の取り柄もない普通の高校生だよ。でも、学年ビリヤで普通じゃないよね。取り柄がないなんて、自分で言うなよ。いいか、ハートだ。熱いハートをたぎらせろ。やる気があれば何でもできる。ファイヤー。分かったから落ち着いて。ポンパンポン。はーい、おめでとうございます。全員揃ってますか。揃ってますね。モノクマみたいやな、ほんと。あー、あの変なお面見たことあるよ。変なお面ではありません。商売繁盛の神、エビスでございます。エベスさん、私のことは親しみを込めてエベスさんとお呼びください。ふざけんじゃねえ、早くここから出しやがれ。ほっほっほ、価値のないゴミクズのくせに息がよろしいですね。なんだと。そんなゴミクズの皆さんに価値ある人生を手に入れるチャンスを与えましょう。ほら、私に感謝してくださいよ。拍手。パチ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 。おめえはなんで拍手してんだよ。拍手しろって言われたさ。おい、エビス野郎。こんなところに俺たちを集めて、モニター越しにおしゃべりとはいいご身分じゃねえか。まるでデスゲームでも始めるような雰囲気ね。ギク、今ギクって言ったよ。俺たちに殺し合いでもさせようってのか。悪趣味にも程があるぜ。なんかのイベントに決まってるさ。本当に人殺しなんてするはずねえっしょ。ご静粛に、ご静粛に。誰が殺し合いなんてさせるものですか。これから皆様にチャレンジしていただくのは、皆様自身の価値を上げるためのゲームなのです。おほう。俺たちの価値を上げる、どういう意味だ。私は皆様の命を抜き取ると同時に、魂に眠っていた潜在能力を目覚めさせました。そう、先ほどカジマくんが使った力のことです。おう。これのことか。あれやな、ワンピースのエースやな、これ。すげえ、手から火が出てんじゃん。世界にはそのような能力を持つ人間を欲しがる投資家が大勢います。その人たちに皆様の命を売りつければ金になるのです。ほほう。僕たちを誘拐したのはそのため。みんなを投資家に売りつけて儲けるため。人身売買じゃん。ちょっと待って、滑舌が。人身売買じゃん。ダメだよ、そんなの。
人身売買、人身売買の何がいけないのです。え、プロ野球選手の金銭トレードや人材派遣で売られる労働者、皆様の世界では普通に行われていることでしょう。それは人身売買とは言わないよ、多分。理由をつけて正当化しているだけのことです。売りたい人がいて買いたい人がいる、それだけで十分ではありませんか。むちゃくちゃ言ってんじゃねえぞ、こら。皆様に拒否権はありませんよ。だっては皆様は私の所有物なのですから。その言葉に会場は静まり返った。僕たちにはエビス男に抵抗する手段がない。いや、火があるやろ、火が。あいつがその気になれば、僕たちはどこかの誰かに売り飛ばされてしまう。そしたら海外で強制労働だろうか、それとも性奴隷、怪しい薬の実験台、臓器摘出。どう思考を巡らせてみてもポジティブな考えは浮かんでこなかった。ふふーん、ようやく自分たちの置かれた状況に気づき始めたようですね。ではもっと実感を持ってもらうために、この中から一人売却してご覧に入る。マジかよ。誰にしようかな。ま、待ってくれよ。俺は炎の能力を持ってる。まだまだ価値が上がるんだろう。今売ったらもったいないぜ。あ、ずるい。私だってきっとすごい能力があるはずだよ。俺にも能力が。お、すでに皆様は能力者でございます。誰にでも価値を上げるチャンスがあるのです。各自自分の名前が書かれたモニターをご覧ください。お、海老原太一98倍になっとる。99万。ここに映し出されているのは皆様の命の価格の変化を表したチャートでございます。あ、私108万円。俺は106万円さ。なんか、人に値段がついてるのって嫌な気分だね。生きてる心地がしねえな。現在、この会場の様子は、全世界の投資家に向けて絶賛生放送中でございます。皆様には、これから始まる能力者総会で口論を交わし、自分が価値ある人間だということを証明していただきます。そして一定時間経過後に最も価値が低い人物を価値のない人間とみなし売却させていただきます。せいぜい見栄を張り、他人のあらを探し、生き残るために互いを蹴落とし合ってください。私たちを競い合わせて値段を釣り上げるつもりで。どんだけがめついんだ。ほうほうほう、商売繁盛、金持ってこーい。とにかく負けないように自分をアピールしなきゃ。僕が他の人よりも価値ある人間だってこと。いや、でも君は学年どべで運動神経も悪いでちょっと難しいんじゃないか。能力者総会では自分が有利になるように投資家の売買を誘導しようとする会話、ポジショントークが繰り広げられます。誰かが気になる発言をしたら、抵抗できそうなことの歯をぶつけて反論しましょう。あ、これはあれか。天の声か。エベスさんが喋ってるんかと思った。それでは。え、今始まるの？マジか。急に始まったの。もう早速俺の価値が、あげあげ、ほんとはめっちゃ上がっとる。やべえ。わぁ、こういうのを、ああいうのを、高騰って言うんだね。でも、なんでカジマの価値だけ上げ上げなんだ？おめえ、さっきの話を聞いてなかったのか。俺には炎を操る能力があるんだ。俺を欲しがる投資家がたくさんいるってことさ。ほほ、それにな。この中で能力者は俺だけなんだぜ。俺の価値が上がるのは当然なんだよ。え、ダメージ受けた。え、気になる発言を無視して進むと、ダメージ受けるんや。なるほど。もう一度発言のチャンスがあるので、気になる発言に適切なことの葉をつける。なるほどね。うお、あ、さっきの会話ね。うん。
能力者俺だっけ。よし、ここに、あ、人の心が読めるか。なるほど。え、あ、違う違う。え、どっちだ、どっちだと思う。すでに皆様能力者はこっちかな、これやと思う。おー、来た来た、正解やった。川島さん、それは違うんじゃないか。ああ、何が違うってんだよ。さっきエベスさんが言ってたよね、すでに皆様は能力者だって。ここにいる全員が何かの能力を持つ能力者なんだ。まだみんな使い方を知らないだけなんだよ。なあ、ガシャン。すごい、太一の発言でカジマの価値が下がり始めたよん。お、同じことだろ。使い方がわからないんじゃ、能力を持ってないのと同じなんだよ。大成功です。カジマのポジショントークで反撃できました。ちょっとお茶飲まして。もし間違った言葉を選んだり、気になる言葉を無視して進んだ場合は、ご自身の勝ちにダメージを受けてしまうので注意してくださいね。OK。太一やるじゃーん。弁護士みたいでかっこよかったよ。おう、なるほど、リュウイちゃん。あはは、大したことじゃないよ。僕はクラスでいじめられていたからかな。他人の荒探しだけは得意なんだ。嫌なやつや。人に自慢できねえ特技だな。カジマさんの他に自分の能力に気づいた人はいないの？俺は何か変わったようには思わないさ。私も。ふふ、そう答えるのも当然よね。だって私なら能力が分かっていたとしても他人にペラペラ喋ったりしないもの。あ、そうなんよ。なんだ。時枝さんの価値も上がり始めたぞ。意味不明じゃん。あの子の能力が分からないはずなのに。ここか。これやな。人の心が読めるやな。いけ。え、違った。違った。やべえ、ダメだ、これじゃ上限できない。このままじゃ僕の価値が下がる一方だ。マジか。ちょっと能力が分からない。え、ペラペラ喋ったりしないか。よし、いい、 OK。 そうか、能力が分かっていても喋らないという言葉は、すでに能力が判明しているけど教えないという意味にも取れる。なるほど。投資家はその可能性に期待したんだよ。まだ事実かどうかはっきりしてないのに。投資家さんって早とちりさ。まだ不確定な段階から未来の希望にお金をかける。それが投資家というものよ。ちなみに俺も能力が分かっていても喋らないさ。ててん。ミツルの価値は上がらないね。時枝に便乗したのがバレバレだからな。そんなダメージ受けた。はーい、制限時間が残り半分になりました。現在1位はすでに能力が判明しているカジマくん、2位はアカネさん、2人とも絶好調ですね。他の3人はもっといいとこ見せないと最下位になっちゃいますよ。え、マジで？私やばいの？俺もか。最下位になったら投資家に売られてしまう。そしたら僕は一生いじめられっこのままだ。嫌だ、そんな人生もう嫌なんだ。お、俺は太一の嫌なところを知ってるさ。お、急に攻撃してきたな。え、みつるさん、こいつ疑り深い性格なんさ。俺が親切に教えてあげたのに信じないんだ。何を教えようとしたの？モニターに映ってるグラフのことさ。あれは脈拍系だって教えてあげたのに。なわけねえだろ。株価のチャートやろ。反論。マジ？あれ、脈拍系じゃないけど。ほらな、って、あれは株価のチャートみたいなもので。僕たちの命の価値を表したものだったんだよ。あんた、さっきから何を聞いてたの？脈拍数83万ってどれだけ脈打ってんだよ。俺も脈測ったけどね、上が115ぐらいやったかな。で、下が55とかそんぐらいやったな。数字が大きいほど健康なんだと思ってたさ。やった。ほとんど自滅だけど反撃に成功したの。お、オッケー。太一の反撃ってそれだけ？ミツルはあんたを狙って攻撃してきたんだよ。もっと追い詰めてやればいいよ。怖いこと言うな。
反撃からの追撃、そうか。今ミツルさんがしていることは僕に言ってくれた言葉と矛盾している。ミツルさん、どうして僕を攻撃しようとしたの？だって負けたら俺が売られるさ。それにエベスさんも言ってたよな。生き残るためにお互いを蹴落とせって。お、ここにお互い様をぶつけるんやな。なんろ、近所ミツルやばいんじゃね、これ死ぬんじゃね。ミツルさんは僕に言ってくれたよね。困った時はお互い様だって。あの言葉は嘘だったな。う、それは、それはてんてんてん。ごめんよ、タイチ。俺怖かったんだよ。許してくれ。そうだよね。何よ？今度は泣き落とし？いや、本当に反省してるさ。こんなんじゃ死んだおばあに顔向けできねえ。俺はおとなしくここで売られてゆくさ。飼い主が優しい大富豪だったらいいな。おめえ、どんだけポジティブなんだよ。勝負ありかしら。え、早いな。ほ、ミツルには悪いけど、私たちはなんとか助かりそうだね。私には夢があるんだ。こんなところで諦めるわけにはいかない。大きな夢が。ほう。唐木さんの夢って何？お花屋さん。かわいいやん。大好きな人と出会って結婚して、子供と一緒に花屋さんを開くの。それが幼稚園の頃からの夢なんだよね。ずっと変わってなくて、たまにバカにされるけど。バカになんてしないよ。夢があるって素敵なことだと思うよ。僕には将来の夢がなかったから、唐木さんが羨ましいよ。唐木さんの夢応援してるよ。てててててん。じゃあ、大金だけは行っちゃおうかな。何を？あー、あれね。能力ね。自分の能力を発見してる。てん。カジマが手から火を出したのを見て、私もいろいろと試してみたんだよね。ピンチの時に使おうと思ってた切り札だけど、助けてくれたお礼に教えてあげる。実は私の能力は、はい。これね。人の心が読める能力だよね。え？だって初めに会った時、唐木さんは人の心が読めるって言ってたでしょ。ミツルさんに追撃しろって言ってくれたのも、僕なら勝てるって分かってたからだよね。へぇ、ちょ、ウケるんですけど。私にそんな能力あるわけないじゃん。あれは嘘、冗談に決まってるじゃん。ミツルの時も思ったこと言っただけだし。けど投資家はそうは思ってないみたいよ。はい、コンテナめっちゃ上がっとる。すげえ、カラキの価値が上げ上げだぜ。上がり方がえげつないさ。こりゃカジマの日じゃねえな。ちょっと待ってよ。違うんだって、私の能力はお花を咲かせる能力なんだよ。本当に？え、私の能力を花の種に使うと一瞬で成長してお花を咲かせるみたい。そんなんこの部屋で試したの？この部屋に花なくない？この能力があれば夢が叶うでしょう。だから大金見せてあげようと。いやー、そうやって、やばいって。まずいわ。ここまで価値が上がった状態でそれを発表したら、キャー、価値が、私の価値が大暴落。期待値が高ければ高いほど予想と違っていた時の落胆は大きい。あれだ、急激な上昇の後だもの。この下げは止まらないわよ。僕のせいで海老原太一がめっちゃ上がっとる。唐木さんがめっちゃ下がっとる。いや、止まって、早く止まってよ。売られたくないよ。はい、時間切れ。何枚？5万。海老原くん、いい人アピールをした後の見事な裏切り、ナイスポジショントークでした。こんなひどいことができるなんて、あなたの見た目からは想像もできませんでしたね。違うんだ、僕は。それでは約束通り最下位の唐木さんを売却させていただきましょうかね。待ってくれよ。待ちまてーん。お花好きの投資家さんたち、この方を連れて行っちゃってくださいませませ。5万で買えるんならいいけどな。売却完了。すごいな、これ。個人が作っとるゲームなんてないんかな。めっちゃ凝っとるな、こういうイラストとか。
これ何死ぬの？売られて死ぬんですかこれ。あいつ死んだのか。何よ今の。どう見ても人間じゃなかったわよ。投資家が人間だなんて一言も言ってませんが、もう少しで俺がああなるところだったさ。いやいや、金城満に死んでほしかったな、個人的には。なんで、なんでだよ。なんで唐木さんが殺されるんだ。ほう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 、私は売った後のことは知りません。奴隷にしようが殺そうが、それは投資家の自由なのです。あ、ありえないわ。わざわざ殺すために人を飼うなんて。いやー、それにしても本当にお見事でしたよ、エビハラくん。勝ちランキングの大逆転、エビハラくんがカジマくんを大きく引き離して1位です。他の皆様も彼女のようになりたくなければ、死ぬ気で価値を上げてくださいね。マジ冗談じゃねえぞ。やってられっかよ、こんな爽快。きっと俺たち全員ここで殺されるさ。もう嫌だ、返してくれ。ほっほっほっほ、帰りたければ勝ち残ることです。あと4回の爽快を最後に勝ち残ることができれば、皆様は元の世界に帰ることができる。4回か。あとさらに能力、金、名誉、名声、価値ある人間には相応の人生を約束しましょう。負ければ死、勝ち残れば人生勝ち組か。もしかするとこれは人生大逆転のチャンスかもしれないさ。そういうことなら勝つしかないわね。なんだこの空気は。今人が死んだばかりなのに。盛り上がってまいりましたね。それでは手始めに、予選をクリアされた皆様には賞金として1億円を差し上げましょう。マジか。1億円。ポケットの中をご覧ください。ウォレット、なんだこれ、いつの間に。デジタルウォレット見ようか。へえ、こんな感じ。これから皆様が使う財布でございます。所持金1億円。みんなの勝ちチャートもこれで確認できるみたいね。いよいよ皆様も投資家デビューですよ。ワクワクしますね。それではどうぞ奥へとお進みください。僕のせいだ、僕のせいで唐木さんが。こんなことなら僕が最下位になればよかったんだ。そやな、自殺したんやもんな。自殺しようとしとったんやで、死ねばよかったな。僕はもともと生きていても仕方がない人間なんだから。ここまでにするか。ということでね、一旦切りまーす。お疲れ様です。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いします。そして今関連動画も貼ってあるんで、よかったらそっちも見てってください。じゃあありがとうございました。失礼します。